とはいえ。心配だ。準備はいい？よし。どうも。急ぎましょう。行くぞ。何これ、扉が塞がれてる。大聖堂にいるあの方の力によるものだ。ネズミ一匹通れんよ。死人使いの男の仕業ということか。手回しがいいな。今さら戻れんだろう。こいつと仲良く眠るがいいさ。嘘だろ。アルセス。アルセス、やめるんだ。よせ。そのために命を捨てる男じゃなかったはずだ。アルセス、答えてくれ、頼む。また私だけ置いていくのか。私は目の前の天下を守ることもできなかった。なぜあの時殿下と共に連れて行ってくれなかった。殿下を探し求めて今日まで生きてきた。なのに私は。そうか、お前が殿下のもとへ連れて行ってくれるというのか。立て、逃げろ。違うんだ、王子は。王子は生きている。ちょっと。ああ、ルイを狙ったのは復讐なんかじゃない。王子の呪いを解くためなんだよ。本当なのか、王子殿下。まだ。ああ、生きてる。だから今すぐ構えろ。そうか、ならば私は。何時使命にさまよう人に憂いを抱える旅人。あ
ち止まることをあなたが歩み出した道を選ぶためです。使命じゃない。私の意志だ。まだ死ぬわけにはいかない。ありがとう、気高き若者を選びし人。これよりも恐れも不安もあなたの光。汝、王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。我が名はアイゼリン・バルチェッリ・マイアル・ヒュルケンベルグ。王子殿下直属の近衛部隊、最後の長である。今再び主君のための力とな。アルセス、今解放してやる。我が守るべき主君のために、この力で道を切り開く。アルセス、しばしの辛抱だ。すごい力を感じる。これ、二つのアーキタイプが呼応してる。俺の力も使え。我が力を見よ。合わせていくぞ。合わなそうだ。行くぞ。死の誓いとともに、これが我が剣。その程度か。貴族としてファイター。大丈夫。ヒーラー。騎士の誓いと行くぞ。この技じゃない。見よ、我々の結束を。かすり傷だ。手加減はなしだ。ヒーラー、皆の力を貸してくれ。協力する。これで終わらせる。王者の力、この身に破れ。
ルセス。殿下を、マリアの住むこの国を頼む。最後の言葉、確かに受け取った。よし、うまくいった。力がついたな。いい感じだ。眠れ、アルセス。王子殿下とマリアのことは任せてくれ。この結晶、廃鉱山にあったのと同じものよね。禍々しい気配が一緒。とりあえず壊してみましょう。死人を起こしただけでなく、こんな異様なものまで。あの男、放ってはおけない。そういえばあんた、この枝と言ってたな。王子襲撃の場もその場に。末席としてだがな。騎士になりたてだった私は何一つ守れなかった。殿下は呪いを受けて、その後姿を隠された。アルセスは殿下と失踪した側近の一人だ。共に死んだと思われていた。でもあなたは王子は生きてるって信じてたのよね。一人で捜索隊を名乗り放浪していたが、陛下の訃報を耳にして戻った。その後は知っての通りだ。よし、先を急…いや、心配ない。嘘言うな。出鼻でまともに食らってたしな。一度戻った方がいい。しかし、ここまでしてくる以上、あの男も時間を稼ぎたいんだろう。一刻を惜しむより確実を期すべきだ。失敗できないからな。一旦戻るってことでいいだろう。そうだな、戻ろう。分かった、君たちに従おう。ちょうどいいとこにマリアが目を覚ましたんだよ。ただ怪我は悪くないんだけど、閉じこもったまま出てこなくてね。伝えたんだ、お父さんはもう帰ってこないって。そうか。そうだ、あの人の持ち物からあんたたちへの書き置きが見つかってね。使えるものがあれば使ってくれってさ。部屋に置いといたから受け取ってやって。もう一度様子を見てくるよ。あんたたちは気にせず休んでちょうだい。ルイメ、匿名は引き継ぐってことでいいの？匿名？王子の呪いを解くためにルイを撃つ作戦よ。失敗したまま投げ出せないから。そのことならとっくに腹は決まってる。どうなの、ルイを追う気はある？そんなの当たり前だ。ああ、あんな悪党は野放しにできない。奴が王になればどんなことが起こるか見ただろう。これ以上勝手はさせない。ルイの討伐か。だったら私も加えてもらえないか。君たちが砦でひどい目に遭ったのは聞いた。それに加え今回の件、ルイ一味は本気で王座を奪う気だ。共に行かせてほしい。あの男を排除できても王位を継ぐ方の御身を救えねば水の泡だろう。王子殿下のお命が救われる。その日まで戦い抜いてみせる。願ってもないけど、いいの？もともと続けていた旅が少し長引くだけのことだ。どうだ？大歓迎だ。そうか、感謝する。今度は私が君たちを守ろう。改めてよろしく頼む。任せておけ。やっと同志として信じ合えるな。目的が果たされるまで私もこの命預けよう。忠誠熱き騎士ヒュルケンベルグ、彼女こそ騎士の美徳を心に宿すもの。彼女との絆を育てることであなたに眠る
新たな力が目覚めるでしょう。たとえこの命尽きようとも。そうだ、仲間になったんならあれを見せないと。今この瞬間の王子よ。だいぶ前から眠ったまま。王子殿下。でも早く呪いを解いてあげないと。遠くないうちに。例の男が大きな手がかりだ。何を企んでいるかわからないが、捕まえてルイの居場所も吐かせてみせる。奴の狙いは王爵だろ。王爵が安置される部屋は強力な魔法で封印されている。解除できる腕があるとしても何日もかかる大仕事のはずだ。それで藻が開けるまでとか言ったのかな。もしそうなら藻が開けるまでまだ日がある。少しは猶予がありそうね。けど最悪の日を待てってどういう意味なんだろう。単に王爵を奪ってやるって意味なのかな。その前に捕まえればわかることだ。お上の許可はもらったし、この宿を拠点にさせてもらおう。それが良さそうね。今日はもう遅いから明日ここに集まりましょう。グライアスとマリアのことは責任を感じてるの？当然だ。一人で悩みすぎないでね。私がもっとうまくみんなを導ければいいのに。道案内だってちゃんとできてない。生き延びられたのはガリカのおかげだよ。本当？でもそう言ってもらえると嬉しい。落ち込んじゃってたけど、これじゃダメよね。グライアスが命を張って遂げようとした任務だもの。私たちが何とかしなきゃ。一緒に頑張ろうね。できることなら何だってするから。過去よりも今を大事にしないと。それじゃ、明日に備えて今日のところはゆっくり休みましょう。休みましょう。見ていたよ。力に目覚めた大切な仲間が一人失われてしまったな。人の命の儚さに唖然とさせられる。悲しいな。だが無に帰したわけじゃない。彼は最後の瞬間まで恐れや不安に立ち向かい続けた。古き英雄の生き様が物語で受け継がれるように、彼もまた知られざる英雄として心は君に受け継がれる。だが力の目覚めには試練が伴う。たとえ乗り越えてもこの先は君自身の資質が問われる場面も出てくるだろう。アーキタイプと自身の資質、両方を愚直に磨き続けることだ。それが世界を変える一歩になる。応援しているよ。
そうだ、もう一つ大事な話がある。君がここを訪れるには落ち着いて本を開ける場所が必要なわけだが、そうなると敵がうろつくようなところでは難しい。でもそれではやりづらい場面も出てくるだろう。そこでだ。賢そうだろう。こいつの首輪には特別な魔導器が仕込んである。僕の方から会いに行くとまではさすがにいかないが、こいつの意識を代わりに使わすくらいはできそうだ。戦いの場でこいつの姿を見かけたら触れてみるといい。必ず君らの旅の一助になるはずだ。命をつなぐためあらゆる力の組み合わせを考え続けようじゃないか。ではまた会おう。何？まあいい。神王が決する日にまた一日近づく。すまない。構わないさ。ああ。大丈夫さ。そうね。ようやくここまでたどり着いたようだね。ここまでがメタファーの物語のプロローグとなる。いよいよここから本格的なゲームプレイが始まる。ただしプロローグデモ版で体験できるのは
その最初の3日間、どこに行くのか、誰と出会うのか、過ごし方は自由だ。君の思うままにこの3日間を楽しんでみてほしい。行きましょう。よし。